やられたらやり返す。倍返しよ。ちょっと、何よこれ。現象のはずがない。子供たちが危ないかもしれません。早く行かないと。周りの崩壊獣は片付けたけど、油断は禁物よ。今のうちに準備を整えましょう。子供たちと物資を高いところに移さないと。緊急事態だから戦術機構のまま巣に入るけど、みんなに説明を頼むわよ。上がったのかな。最近の超空誌、おかしなことが多すぎるよ。博士、嫌な予感がします。崩壊獣の動きが活発になった上に数も増えてきています。まるで何かに引き寄せられているみたいです。もしかして昨日遭遇したあの大きい崩壊獣のせい。今まで見たことないタイプだったから、崩壊獣たちのリーダーなのかも。どこで会ったの？超空の壁付近。案内するよ。博士、事態は急を要します。すぐに調査しないと。ええ、巣の方は私に任せて。こっちの問題が解決したらすぐに合流するから。
怪獣が逃げて。違う、これはメイ、危ない。嘘、どうしてここに。メイナヤスが。やられたらやり返す、倍返しよ。あの姿は以前と違う。それにこの力。せっはっ。どういうこと？頭が痛い。いけない、前よりも凶暴になってる。チャージ完了。あなたは。ライデン・メイ、その子を安全な場所に連れて行ってくれ。ここは私が何とかする。クーちゃん、行こうよ。先生だ、先生が帰ってきた。クーちゃん、彼女が…うん、先生のことを知ってるの？ここなら安全よね。あれ、テスラ博士がいない。どこに行ったのかしら。待たせたな、ライデン・メイ。先生、お帰りなさい。あの大きい崩壊獣は先生が倒したの？ごめん、逃げられたよ。でも奴の片翼に傷を負わせたからしばらくは飛べないはずだ。それより行く。みんなに部屋の中に戻るよう伝えなさい。お客さんと二人きりで話したい。
きっと聞きたいことがたくさんあるだろう。でもまずは礼を言わせてほしい。子供たちから聞いた。お前たちがクーを、そして巣を助けたと。お前たちがいなかったらクーは。とにかく感謝する。あなたがあの子たちの先生なんですか？ああ。子供たちの話から聞いていたあなたと、天球誌で見た暗殺者のあなたはまるで別人のようです。人は誰しも秘密を抱えている。そうだろ？あの子たちが寄せる信頼が間違いじゃないことを願います。それより、お前がここに来たのはあの律者の娘のためだろう。ええ。あなたならキアナちゃんを見つけられるとクーちゃんが言ってました。そうだが、お前にとってはいい知らせになるとは限らないと思うが。どうして？私がここに来たのは彼女を殺すためだからさ。やられ。私がここに来たのは彼女を殺すためだからさ。ヨルムンガンドはまた何か企んでいるんですか？いや、組織とは関係ない。私一人で決めたことだ。彼女の今の状況をお前はまだ知らないみたいだな。どういう意味です？子供たちを助けた例に一つ教えてやろう。天球誌であの娘は一度ヨルムンガンドの手に落ちてな、とある狂った女の実験室に閉じ込められ非人道的な実験を受けたんだ。だがあの時の悲鳴や苦痛に歪む表情が全て偽りだったと私たちは後になって気づいた。彼女は少しも痛みを感じていなかったのさ。一社コアの侵食のせいで通覚を失っていたんだよ。ありえません。そんな話彼女から聞いたことありません。考えたことはないか？律者コア一つで都市を一つ壊せるっていうのに、彼女の体内には三つもコアがある。それで無事でいられるわけがないだろう。今まであの娘は鎖で体内の律者を抑え理性を保ってきたが、崩壊の侵食を防ぐ術を彼女は持っていない。そして今彼女を縛っていた鎖は消えた。海水が上昇し群がる怪物たち、その上審判級の崩壊獣まで現れ始めている。今この長空誌で起こっている異変はある一つの事実を意味するんだ。彼女の意識が消え失せ、律者の意識が目覚める。まるで決壊寸前のダムのようだ。様子を見ると組織は言ったが、このままじゃあの娘は助からない。きっと彼女もそれを察したからこんな人気のないところに身を潜めたのだろう。取り返しがつかなくなる前に彼女を排除しなければならない。待ってください。ネゲントロピーの艦隊を派遣して彼女を極東から離れた場所に移送します。そうすれば子供たちを危険から守れます。だからネゲントロピーに彼女を救う方法があるとは思えない。4ヶ月前の災害、私は今でも昨日のことのように覚えている。やるならいっそのこと根本から問題を解決しないといけない。そんなの解決じゃありません。あなたはただ彼女を殺したいだけです。お前は子供たちを助けてくれた。私のターゲットでもない。だからお前と戦うつもりはないが、だがどうしても邪魔をするというのなら話は別だ。
眠るがいい。絶対にキアナちゃんのところへは行かせません。どうして勝手に出てきた？先生、なんでメイと戦うの？メイはみんなをいじめたりしてないよ。みんなに優しくしてくれたし、私のことも助けてくれた。メイは友達を探しに来ただけなの。見つけたらすぐここを出るし、先生ならメイの友達を見つけられるでしょ？ああ、だがその友達を彼女に渡すわけにはいかない。どうして？そいつが危ないやつだからだ。クーやみんなに危害を加える。じゃあメイはもうキアナさんに会えないの？二度と顔を見れないの？話ばかりしてた。3年前キアナさんがメイを助けたって、先生が私たちを助けたように、私たちが先生を大事に思ってるようにメイもキアナさんを大事に思ってる。もう一度考え直して、少なくともメイにチャンスを。先生、別人みたいで怖いよ。いい子だから怖がらないで。彼女にチャンスを与える。約束するよ。子供たちを巻き込む必要はない。あの小娘の居場所を知りたいならついてくるといい。見つかるまでお前に手出しはしない。だからお前も私に手を出すな。無論私は考えを変えたりしない。だから見つけた後はお前がどうしたいかお前の力で示せ。